宇野駅は、岡山県玉野市地港一丁目にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅で、同線の終着駅でもある。駅番号は、JRL15。かつては、四国への移動手段であった、宇航連絡線との接続駅として、東京、大阪方面からの優等列車や貨物列車が、入線してにぎわい、構内には、即線や着回し線。 引っ込み線などが、幾本もある広大な駅であった。しかし、1988年に、瀬戸大橋の開通で、四国との連絡口としての使命を終え、1990年には、右行航,航路で残っていた高速艇も休止になり、1994年12月3日に、旧駅舎の北側へ新築された、現行駅舎へ移転し、翌年から始まった、 旧駅舎の解体をはじめとした駅前広場の再開発により、その名残もほぼなくなった。2019年3月16日現在、普通列車と土曜日運行の観光列車、ラマルデ・ボイスが発着している。アート化される前の駅舎2004年8月30日に中国地方に上陸した台風16号の影響で、 瀬戸内海沿岸は予想以上の高潮が発生し、岡山県南部でも各所で浸水による被害があった。宇野駅周辺も冠水し、翌朝始発列車のために駅構内へ停泊していた岡山電車区所属の 105KF8 編成と 115KD18 編成の2本の電車も床下浸水の被害を受け電気部品、回路の故障により、 自走不能に陥り、駅構内の電気、信号設備も、冠水、駅事務所でも、マルスなどの機器類が被災し、当日は、始発からダイヤが大きく乱れ、各種乗車券、特急券など、切符類の発見などをはじめとした、駅事務にも、支障をきたした。当時、岡山電車区では1 0 5系は新和歌山車両センターへ、転出する編成があり、1 1 5系は、 単編成か、リニューアル工事、2 1 3系もワンマン化改造のために入場している編成が多く、予備車が極端に不足していたために、たまたま、岡山電車区に留置されていた、網市総合車両所所属の2 2 3系 j 1編成を、急遽宇野線の運用に投入した。校内改札口両開きの線路配置で、6両対応の、 島式ホーム一面二線を持つ地上駅。列車留置用の側線が二本ある。出入口は一箇所である。直営駅であり、駅舎内にはかつて緑の窓口、売店があった。現在では、緑の券売機プラス、近距離乗車券の自動券売機、玉野市観光案内所、駅スタンプ、コインロッカーなどがある。 移行下は2019年3月より改札、自動券売機ともに対応された。駅構内に乗務員宿泊施設がある。移転前の駅は、現行の駅よりも南側の像がある、広場付近に南北に建っていた。駅南東の空地には、かつての右行連絡線のバース跡がわずかながら、残っている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅前には、 バスタクシー乗り場、駐車場などがある。備考欄に突起なき路線は、両備えバス運行。ありがとうございます。